島第一原発の汚染水問題で、宮城や福島など8つの県のすべての水産物を輸入規制している韓国の調査団が来日しました。どうか実態をご覧いただいて、韓国政府内に対して適切な報告をいただくように。日本の水産物の輸入規制を見直すか検討する韓国の専門家委員会のメンバーが来日しました。5日間にわたり福島第一原発や放射性物質のモニタリング調査を視察します。韓国側は日本の水産物に対する韓国国民の不安を払拭するためにこうした調査が必要だと判断したということです。調査団は両国の関係回復のために最善を尽くしたいとしています。